三振エヴァンジェリスト吉木屋前鎮こと前田明やいビギーン。イエイ。さあ、今日はですね、新しく、このクユナの、これはめったにない吉木の新材でできた高音域の三振です。これをですね、愛媛県の方でしたかね、愛媛県の、女性の方が高音域の音色を動画でですね、撮影しているところ、まあまあ試し、なんていうんですかね、このやっぱり女性の方のですね、この声質に合うように、この高音域は、開発された、ものですから、この普及するためにですね、結構購入していただいたお客様に弾いてもらって、どんな感じかなということを動画で、撮ってるんですね。その場所に、行って、その、まあ、一部始終をそばで、聞いててですね。そして、まあ、この方は都民謡をね、されてる、女性の方なんですけども、その音と、そしてそのこの購入して、弾いてるそのお客様の、歌う声っていうんですかね、まあその、都民謡をやっぱ同じように仲間でされてて、その、場所に居合わせて、そしてその動画を撮ってる風景を、そばでずっと見ていて、そしてこの自分のこの一緒にね、都民謡を学んでるこの、仲間をですね見て、すごく刺激を受けたと思うんですよね。なぜならこの今まで出なかった、今まで の, 音色では出なかった声がですね、キーを A シャープからですね、本当に C シャープまで上げてやったら本人が、びっくりするぐらい、出てしまった、その、情景を見た、方は早速、この高音域を、ご注文くださってですね、そしてあの音色に近いように音を作ってほしいということで、まあ試し弾きをされたんですね、その、動画を撮ってたね、女性の、三振を。そうするとやっぱり違う、なんか違うってやっぱなんか感性が感じたと思うんですね。そしてあ、この音に近く張ってほしいということでできたのがこの今日、こういう動画撮りをさせてもらってる三振なんですね。音色がですね、もう14分をはるかに超えてですね、とってもいい音色に仕上がっていて、しかも沖縄県の吉木の新材はですね、もうめったにないんですよ。すごい希少価値がある、吉木が、そしてこのクイナーというですね、女性に弾きやすいこの発作、この運指がですね、指の運びが本当にスムーズにできるような、本当に自分もですね、男性がもうちょっと本当に、あ、弾きやすいなというぐらいのですね、しかも、ね、こうなんか何枚もね、可愛らしい、まあ、ヨナグスク型の小さい版をですね、こういうなって呼んでるんですけども、その、
ものができたので今ビデオを撮ってですね、記録していきたいなということで今、お撮りしてるんですけども、いやーやっぱ心地いいですよね。いや出来たてのネイルっていうのはですねまだ硬いんですけども、これから引き込んでいってその引き手と引き手のこの声に合わせてですねどん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 育っていく、それが高音域のとってもいい育て方で、そして今現在たくさん全国各地でたくさんのですね高音域を弾かれてる方々、女性の方男性の方がおられます。その方々がですね、はあなんかマイチンさんたちが言ってたことが分かってきましたというですねメールをいただいたり、そういう声を頂戴してきております。ユシギアはですね今度このここはまあ、あのマイチンのね、自宅の一室をですね、一つ子スタジオということでね、このその音撮り、動画撮りをしている、場所なんですけども、そこはですね、首里城からちょっと近いんですけども、那覇市の中心の方にですね、やっぱりここもやっぱ壺がつきますよね。壺屋町という、そこも一壺にしましょうかね。その空間をですね、この試し弾きができる、このお店をですね、この2月11日に、オープンさせる予定でございます。とてもまたあの手作り感があってね、昔ながらのなんかあのいい感じの、建物の中に、2階の方ですけどね、ちょっとあの階段を上がっていくとね、なんとなくなんかおなんかこう凝った作りっていうかね、凝ってもないか、すごく懐かしいような作りのね入り口が待っていてですね、そしてそこのドアを開けるとですね、なんかあのすごい、なんていうんですかね、いい三線の音色が、すぐ、来るような感じの、作りになっております。仲間で一緒にですね手作りを持って、作って、まあ少し時間かかりましたけども、2月の11日オープンします。また、今ですねこのユシギアのこの三線の音色をですねもっともっとたくさんの人に、届けたいということで、実はもう一つですね、実はユシギの新材がで作った三線が今、今度はこれこういうなですけど、これの大きい方の、江戸ユナっていうですねユナがですね、一つを出来上がっております。この方もですねキャンペーン価格で、今度お出ししますのでね、その時にまた紹介したいと思いますけども、今日はこの、英明県の、Kさんのためにですね作られた、音色をですね、皆さんに、ご紹介とともに記録をしております。ということで、皆さんですね高音域の音色をたくさんたくさんまた弾き、試し弾きできる空間が、壺や町にですね大きい沖縄のシーサーが目印のところにですね、作っておりますので、どうぞ、お気軽に遊びに来てください。ということで今日はまた、皆さんの楽しい三線ライフがますます、絶好調になるようにですね、お祈りしながらまた会いましょう。